ましたって言っても一人ギターそうですね。次いますよ、それではですね、素敵な、メロディーを奏でます、はいはい、大崎博也でございます。皆さん拍手でよろしくお願いします。
次の曲はですね、過去サンフレットにカポッとつけまして、日曜日のビールという曲を、これなんでサンフレットにカポッとつけるかと言いますとですね、このオリジナルでは、このミニギターというちょっと弦調の短い音の高いギターで弾いてるんで、その音の高さに合わせるためにサンフレットにカポッとつけます。日曜日のビールという曲になります。最後に、ちょっとノリのいいやつで次のバンドに繋げたいと思います。レッドシューズダンス。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。もう一度、大きな拍手でという感じでよろしいですか。